紹介してください。何もですね、こうプレゼンの資料とか原稿とか用意しないで、働くなという本ですね、未来工業の創業者という方で、これ有名な方らしいですね。一番有名なニュースで、会社に、鍵がないですね。鍵がない、要するに、中小企業診断士の関智晴です。よろしくお願いします。今日私が持ってきた本なんですけど、このザ・クリスタルボールという本です。で、第1回とか第2回ぐらいちょっとしたいですけれども、さっきも出てきたんですけども、本を通して人を知る、人を通して本を知るっていう、このフレーズにちょっとこう惹かれるものがあって、こう来させていただいたというのが、理由の一つなんですけれども、名前は希望の国のエクソダスという本で、村上龍さんが書いた本です。内容はですね、中学生がファイナンシャルプランナーやってます二村と、ビブリオバトルは参戦するのは初で、前回は長考でアメリカの言いなりになっちゃうんで、あとね、派遣法を改正したり、そこから格差が広まったと。お伝えしたいと思います。年末に読むのにちょうどいい片付けの本だと思います。ぜひ読んでください。はい、ありがとうございます。